こんな感じで座ってるっていう机の上に足を何中華やるみんなでブラジルの皆さん、はじめまして、横浜 FC から期限付き移籍しました荒井瑞希です。よろしくお願いします。戻るときにちょっと軽くモビリティも全体的に そうですね、まあ、知ってる選手も何人かいて、まあ、それに他の選手たちも話しかけてくれて、とても溶け込みやすい雰囲気を作ってくれたので、まあ、コンディション的にもそうですし、やっぱチームメイトと そのコミュニケーションというところも取れたので。いい一日になります。イデハリア君と、まあ、翔平君が、まあ、ヴェルディで一緒にやってて、で、まあ、高野君も井上慎吾選手が仲良くて一緒にご飯とか行かせてもらったことがあって知ってるっていう関係です。まあ、ヨッチ君とかもよく話しかけてくれたりとか、まあ、最後一緒にシュート練習とかも、まあ、よくしてくれました。ヘディングできるね、なんかそういう話もありましたけども、まあ、そうです。多分あれ本気で言ってるのか分からないですけど、ヘディング苦手なんで練習しながら上手くなります。そうですね、まあ、家のことだったりとか、まあ、全然関西知らないので聞いたりとか、まあ、あと犬を飼ってるっていうので犬の話したりとか、トイプードルを飼ってるんですけど、はい、港町というか、まあ、シオンからもいいところだよっていうのは聞いてて、まあ、ハル君とかも実際そのインスタグラムとか SNS をつながったら、まあ、どういうところかっていうのはなんとなくイメージはついてたので、本当に住みやすいところだと思います。神戸に行ってみたいですね。はい、ハーバーランド。下の名前で瑞希って呼ばれるのが多いですね。じゃあファン、サポーターから呼んでもらいたい呼び名っていうのは瑞希で、はい、はい、まあ、やっぱり1対1で相手と対峙した時にそこを抜き切ってクロスを上げるっていうところだったりシュートまで行くっていうところが、まあ、自分の強みだと思うので、やっぱりそこを出して貢献したいと思います。チームを勢いづけるプレーだったりとか、スタメンでも途中出場でもやっぱりリズムを変えれるっていう選手にもなりたいと思っているので、まあ、そういうところを見てもらいながら、やっぱり試合を楽しんでもらうために自分のプレーも楽しんでもらえるようなプレーをして頑張っていきます。まあ、レンタですけど移籍してきて本当に自分の持てる力を全て使って、神戸の勝利のために戦いたいと思っているので、それが見えるようなプレーをしますし、まあ、ファンサポーターの方にはそれを応援してもらって、ぜひ力になってもらいたいと思います。よろしくお願いします。